ジェンクの公式ウェブラジオジェンラジ、緑川光です。今井あさみです。内田彩です。高木ゆりかです。ジェンクの公式ウェブラジオジェンラジ、今週もスタートしました。はい、てなわけで新年明けまして、はい、おめでとうございます、はい、今のはですね、リスナーの皆さんに言ったんじゃないんですよ。あの、私たちで交わした挨拶です。はい、そうですね。あの、今年2018年になりまして、最初の、はい、収録でございます。わりかし僕はあのゆっくりできて、うん、あの久しぶりにチェンクロを堪能しました。うんうんうん、ランク経験値がいっぱいもらえたじゃないですか、うん、はい、その時に割と自分のこうランク のメーターがちょっと頑張れば上がりそうっていう時にはやっぱやりたくなるんですよ、うん、そうですね。で158になりました。わすごい。ちなみにそんなにランクが高かったら、コストの上限はいくつなんですか？でもコストじゃなくて AP でした。あ、AP、 AP。 あ、なるほど。上がらなかった。そう、上がらなかった。今いくつだろうね。でも、あの、もう一つ、うん、あの、ちょっとこの休み中にやりたいなと思ってたのが、うん、ちょっと前にあの国有さんが、うん、とりあえずあのマックスになったのでレベルを100にしたいなと思ったんですけど、もうカツンカツンで成長素材が常にこうゼロになるか数枚かみたいなところで頑張ってなりました。あー、おめでとうございます。実はバグリスはレベル100にして、でその次にゼファルはその権利は持ってたんだけど、ゼファル飛ばして国有さんに行きました。やっぱ国有は便利だから使ってもらえてるね、割とブレンドさんに。それは嬉しいですね。あのぜひずっ とあのそれにしといてほしいです。私もぜひそちらにしておいて。ちょっとしたバフだよね。しかも武器も割と2万な出やすいかなっていうのをつけてるから、ありがたや、私たちのフレンドとしてはね、ありがたい2018年のお年玉でございます。結局あのこの間あのガチャを引いたじゃないですか、うんうん、素材で、うん、あの後あのガチャ引かなくてもいけるかなと思ったけど、割となかなか出なくって心配になって、うん、ガチャで出した後最終的には4枚オーバーのカピーを、割と最終的にはいっぱい出たんですけれども、うん、ちょっと不安になりガチャで1回補充してしまいました。でもあの鬼人武器は、うん、あの一応今2つ作れる素材が溜まってます。すごい。ちょっと蓄えもできたし、やっぱりあの魔人が襲来した時に頑張った人にはそれ相応の見返りがあるということを今すごく噛み締めてますね、うん、なんか皆さん楽しめましたか、年末年始は。年末年始ほら主人公割とね、主人公帰ってくるって思ったら、はい、ね、手に入れるそうなんですよまだかなんだろうな、あの、はい、ピリカがすごくなんかあれなんかなんて言うんだろう、あれとか思いながら私年末年明ける前に主人公をお迎えしたんですけど、年明けてから体調崩してずっと寝てます。ユリポンが主人公じゃなくて体調にかけてるの。あ、さすが今年も飛ばしてるな、ユリポン。かけてないです、何も。体調を迎えしてから体調崩した今気づいた真っ赤になっちゃったちょっと顔色が良くなって良くなってね、血流が悪い、ね、私あれですわ、あの、あやちゃんがこう次のレジェンドはきっとユリアナさんではって言ってて、そうですね、当ててたじゃないですか。そうそうそう、ユリアナさんをお迎えすべく、はい、あのキャンペーンのね石を購入しました。はい、お2人しか来ない、うん、あでもマックス行きたい。まだやってるんです、ね、まだやってます。皆さんもまだ10日までやってますから、あ、なので、はい、ちょっとねやっぱ使いやすいですね。いいですね。ユリアナさんはあとズイハ様がかっこいい、かっこいい、結構すごいよね、倒すたんびになんかわそう、かっこいいすぎる。ついつい私はそれを見るとズイハ様って言いたくなるさあ、というわけで皆さんもお正月チェンクロ堪能しましたでしょうか。メールも来てると思います。始めていきましょう、ジェンラジスタート。この番組は株式会社セガゲームスの提供でお送りします。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジである。改めまして緑川ヒカルである。急に急に今やさみです。内田彩です。高木ゆりかです今
チェーン黒なんですけれども、チェーン黒まだ動揺が隠せないようである。なんと新年早々にですね、2018明けましておめでとうキャンペーンというのをやっているんですよ。でその中の一つに伝説の義勇軍のダブルエスレア確定福袋ガチャというのがあるんですけども、これ私あの1月1日の元旦に引いたんですけど、皆さんは引かれたりしました？引いてないです。まだ、違うの気づかなかったの、ま、全然気づいてなかった。あれおまけが多くもらえる石のキャンペーンのことだと思ってひゃほーいって買っただけで終わってた。私もでもそういう人多いよね絶対。いや多いと思う。まだ間に合うんでしょ、まだ間に合うんでしょ、これ間に合います。このバナーを開くと確かにその石のところが一番最初に出てきますよね。買うって言った。その下に下にずらすとなんとこんなにたくさんのね福袋たちがあるんですけれども。本当だ、いっぱいある、はい、それのパーティー福袋ではなく、まあ福袋ガチャダブルエスレア確定のやつを私引いたんですね、簡単に、そしたらビエンタが出ました。そうなんです。あのうちのパーティーでもすごく活躍してくれるビエンタさんなのでありがたいと思って、はい、ということで、私はビエンタだったんですけども、皆さんがまだ引いてないということなので、この番組内でぜひぜひ、なるほど、はい、2018年の今後の運気を占うということですね。はい、この福袋でこれあれですか、四突してるキャラが出た時は喜ぶべきなのか何なのか、どうしたらいいんでしょうねこれね。それは運営さんとご相談しても何もならない、喜んでとしか言われない。よし、全力で喜ぼう。引く前になんかこれが出たらいいのってありますか、それ聞いときましょうか、はい、私はもう他のキャラは一通り持っているので、ムジカ一択です。そうか、ムジカさん一択なんだ。一択です。なんだったらもう年始めぐらいのレジェンドフェスでやりまくったから1枚どれかもらえるチケットもらってたんですよね。カイン、ミシディア、ペイシエとかがどれか1人選べるよっていうのも引いてたから全部揃えたんですよ。それですごい、あとはもう無事かし、無事かのみ、ね、どこにさどれが引けるってわかるの？でも多分この福袋ガチャって書いてあるところにいる人たち、いる人たちで詰まっているアルカナたち、確率は全キャラ同じらしいです。全部持ってる。岩井さん詰まんないじゃん。でも4凸してない子いますから、結構います、結構ほとんど4凸してないです。マリナも4凸してないし、ムジカもしてないし、ビエンタもしてないし、結構してないんで。じゃあ緑川さんはどの子がいいですか？そうですね、今今井さんが言ったみたいに4凸してない子もいるけれども、やっぱ全然ない子が出た方がより嬉しいかなって思うと、フィリアナ、ムジカ、ミシディア。ムジカまだお持ちじゃなかったんですね、なんかすごく意外でした、はい、が出たらいいなと思います。なるほど、じゃあちょっと私たち3人、幸運を祈って引きたいと思います。はい、さあ来ました、キャンペーンのガチャ引けるところ。はい、はい、福袋ガチャ4凸してない子が出ますように。今井行きまーす。はい、ガチャガチャ、来い。何もやらないの？何もやらないの？思いを伝えます。思いを、運命は回り始める。さすが、ちょっと若干つながりがある。そうですね、まやちゃんのミシディアですが4凸してます、ありがとうございます。4凸していた、はい、でもあのキャラ愛が勝ったということでありです。すごい、なんかでもおめでとうございます。ありがとうございます、ミシディアさんありがとうございます。よかった。はい、それでは私も運試し行きたいと思います。マジか、来い、お願いだ。マジか、ガチャル、マジか、おいでおいで、うちのパーティーに。あれピリコ、あ、ピリアナさん、ピリアナさん、でも1枚しか持てなかったから。あーけど、なんでさっきあさみさんの時は運命はって言ったのに。ピリカが最近帰ってきたからよりね、なんか
ダブルエスレアじゃない一瞬、さんの立場ねちょっとドキッとしてる、はい、でもよかったです、ありがとう。じゃあ次は緑川さん。はい、はい、じゃあ私行きたいと思うんですけれども、はい、やっぱりなんかの念を込めた方がいいのかなと思うので、この水晶玉をすごいタップしてから、はい、すごい思いは通じるのかすごい意味ある。あ、でもこれで出たら本当にタップしております。あからのえいっ、くるかくるか、えいえい、水晶玉に、水晶玉に込めましたけども、さあどちらが、どちらが、はあ、はあ、でもあのこれ1枚ぐらいしか持ってないんで全然ありがたいです。ペイシェー、まあね、始まった時期的にはあのルーラー的には割とこう仲間的な印象もあるので嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、まさかのスタッフがムジカを弾くっていうね本当にすごいですよ嬉しそういやでもね、あのこう義勇軍がね充実していくのは皆さんいいことですので、まだ間に合いますので、ぜひ皆さんも購入してみてくださいね。はい、こちらのダブルエスレア確定福袋ガチャが引けるキャンペーンチケットも入ったデラックス福袋2018ですが、1月9日14時59分まで販売しています。1個限定になりますので皆さんぜひチャレンジしてください。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ。それでは皆さんからメッセージが届いていますので紹介していきましょう。ジェンクロプレイ日誌、リスナーさんから届いたジェンクロをプレイしての感想メッセージを紹介していきましょう。はい、ベルラッキーライムロージュさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。パーソナリティの皆様、明けましておめでとうございます。そう、と書いている本日は12月26日です。えそう、掴む期間編実装日です。愛情を持ってね、掴むと書いてくれてますけども期間編発表からワクワクが止まりませんでしたが、夜明けの大会編を流行る気持ちを抑えつつ駆け抜け、解放された期間編じっくりゆっくり読みたかったのですが、全て噛み締めるように読み進めつつも数時間で終わらせてしまいました。もう感動です。隊長とフィーナとピリカとミョルンがいる、会話してる、それだけで感涙ものでした。隊長の軽薄でナンパな選択肢ににやりとしながらも一応真面目な方を選択し、フィーナとのほのぼのも堪能し、カインとやっと再会でき本当に胸熱でした。そして機関世紙英雄である主人公を手にし、はあ、やっとつかむ帰ってきたんだなぁと感激に浸ってしまいました。今後のチェインクロニクルの動向やフィーナさんの向上した魔法スキルも気になりますが、新しく導入されたヒロイックスキルと義勇軍機も育てるのが楽しみです。戦場にカイン、マリナ、ミシリア、フィーナで出撃してヒロイックスキルを使うと、隊長が駆けつけ義勇軍メンバーが5人揃うというのが絵面として感動ものでした。他のパーティーでもそうですが、まさに戦闘後半で士気を高める隊長という感じですね。というですね、熱のこもったメールをいただきました。ね、いや、ミョルン大活躍だったね。ミョルンかわいい犬年だからか、犬年だからミョルン配布してほしいです。あ、確かにね、あの新しいレジェンドミョルン、ミョルン欲しい2018っていうちょっと鉢巻きとかしてもらって欲しい。でも思ってたほどフィーナと主人公の仲が進展してなかったかな。万が一子供もいてフィーナバディで子供出てきたらどうしようフィーナバディででも本当そう思うと5年の間主人公何してやがったんだって話ですよね。でも女の子を5年もほっとくなんて、割と目の前の敵と戦ってたっていう感じだよ ね実はね。いやなんかちょっとね、ロマンスの方を期待しちゃいましたよね少しね。やばいよねフィーナバディ子供子供か、ちょっとリアリティがありすぎて新主人公誰よりも新主人公間違いないですね。ぜひね、それもボイス石田さんにやってもらって、そうですね、新しい主人公でちょっとかわいい
これ僕がやるんですかっておっしゃってもう今更でしょ、やっていただきたいですあ、はい、そうそうそういえばなんかすっごいキラキラで揺れ揺れて、ふわってマナ的なものがふわふわ浮いてるのかみたいな、いかにも主人公って感じですね、すごいですよね。ちなみにこのヒロイックスキルは、うん、あのゲットしても設定しないとダメなんでね、うんうん、結構皆さんお忘れがちなと思うのでね、忘れないようにしていただきたいですが、ヒロイックスキルで悲しいお知らせがあの高木から悲しいお知らせなんですけれども悲しいお知らせ私まだ2部の白名の後半でして、ヒロイックスキルをまだ使えない使えないんだ使えない、それ全部終わらせないとダメなのか、条件的には3分まで行ってないとダメってことか、あの、はい、自力で最後の多分何でしたっけ、黒の、うんうんうん、黒のところすごいとこね、黒のすごいところ私まだ行ってないのでわからないんですけどそっかそこまで行かないと使えないつかむが使えない、そっか、つかむはなんか確かにあそこでこう進化した感があるんでね、うん、あそうだ、多分そこを見ないと、うん、この光をつかめない、光をつかめない、サブで活躍していただこうか、はい、とりあえずサブでちなみにどっちがいいんでしょうね、はい、あのサブとかに入れちゃうと、主人公のアルカナ入れちゃうとヒロイックスキルに設定できなかったんですよ、ヒロイックスキルに設定するために主人公のアルカナをパーティーに入れない方がいいのか、でもあのサブにいるとパーティーを強くするみたいなのもお持ちじゃないですか、はいはい、どっちが有効なのかが分かんないなと思って、いや好みじゃないですか、でもやっぱりあのタイミングで出したいし、うん、なるほど、ヒロイックでも、うんうん、来たって思うけど、うん、割とその辺テンパってたりするから、うん、あの見にくくて、ね、ね、お前どこ行った今2回ぐらい打ちたいんだけど今どこに潜っちゃったの、あの真ん中にいらっしゃるですよね、あのマスの真ん中にトゥンってくるから動かしてあげないと、どうせなら2回ぐらい打ちたいんだけど、そうそうそう、今お前埋もれちゃってんない、魔法使いとかのねパーティーだったら結構あの間開けてくれてるんですけど、戦士系とかが多かったりするとわーみたいな、まあ、スキル使わなければね、まあごめんね、ユリボンちょっとついてこれなくて でもユリポン多分ユリポンの実力だったら、はい、あの黒がいっぱい出てくるところ、はい、余裕だよ、余裕ですかね、確かに本当ですかね、うん、もう勝てますかね、もう余裕で勝てると思う、すごいの来るけど大丈夫、あ本当ですか、うん、3部のキャラたちもいるから、私石割りまくったけど大丈夫だよあそんな辛い思い出があるんですねだってもうダメだ、なんかだってユリポンあれでしょ、タイムスリップして過去のやつをやるみたいな感じだもんね、まあ確かにストーリー的に、はい、余裕、もう絆の奇跡も見ちゃったので、そうだよね、はい、改めて過去を見て、あそうなんだって思って今進んでる感じなので、止まった時は年代記でね、はい、バサッとバサッと一掃して頑張りたいと思います、うん、はい、じゃあ続きましてこちらのメール紹介したいと思います、はい、こちらタケポンさんからいただきました、はい、皆さんこんばんは、ついに主人公とユリアナが成長して帰ってきましたね、2人とも注目すべき点が多いアルカナですが、その中でも私が一番注目したのはスキルの演出ですね、主人公のヒロイックスキルの時の衝撃波のようなエフェクト、そしてユリアナの超必殺技の時に出る光の翼はアニメの演出を再現しているというのが素晴らしいなと思いました、シュザもレジェンドが実装される時にはアニメのようなド派手な技になるんでしょうか、期待していますと、ユリアナさんね確かにシュバーってなってる、シュバー、リアナさんはアニメの頃から愛されてるなっていう、うん、そうですねずっとこのロールの綺麗さに感激されてましたよね、縦ロールの、ね、最近は本当その辺の演出楽しみだけど、うん、考える方も大変だよね、いっぱいいるからね、あそうですよね、多分シュザなんか今出たら香水振りまくんじゃないか必殺技やる前に、確かに、かわいい、かわいい、それいい、シュッってやったら、よりなんかあの香水に意味が出てくるからみんなチェンクロやる前にはサッと浴びてからそれいいですね、ちょっとなんか儀式みたい、やばいよ、もうだって取材行ったらもうみんな周りのがうっとりしちゃう、うん、いいですね、見よう、むしろあれですよ、緑川さん、そういうチビキャラでやったらどうですか、かわいい、シュザ様のチビキャラの香水シュッシュってやるだけの必殺技、ひらがなシュザ様でシュザ、シュザのシュダ
シュー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 だもう香水専用武器みたいな、ね、ったらもうどんな種族でもみんなポワーンって動きをちょっと止める。あ、いいですね。ちびっこシューザーじゃあちょっと期待です。いいな、一人とかと会話して、なんだこの匂いベッドドーンはい、というわけで皆さん本当にメッセージありがとうございました。ジェンクロ公式ウェブラジオジェンラジ。続いてはこちらのコーナー、インスタ映えするジェンクロ。リスナーの皆さんからハッシュタグインスタ映えするジェンクロ、ハッシュタグジェンラジ投稿というハッシュタグで入るジェンクロの画像を募集、みんなで見ていきたいと思います。そういえばさ、はい、このコーナーで先日のチェンクラ冬の陣でなんか投稿してくれた人にすごいプレゼントをあげたそうなんだけど、はい、そうなんです。まあ、一番すごかったなと思ったのが、うんうん、柳田さんの柳田セット、うん、セット柳田セット柳田セット、私物柳田セット、バイクくれたの、バイク、バイクプライベートなバイクじゃないんですけど、ベルナーとか、あと柳田さんがやってるダブルエスリアの、あのカードとか、うん、でベルナーが4枚ぐらい、全部のセットのベルナーだったので、浴衣ベルナーも、そうなんです、ジンベイ、ジンベイも入ってて、あれいいよね、あれで、会場のお客さんが確かベルナーの、そのセットを当てていて、すごい女性の方だったんです。盛り上がっちゃったね、それは。そうなんです、すごい良かったなと思って、うんうん、はい、なので今回もやっていきたいと思います。はい、ではハッシュタグチェンラジ投稿がついている紹介 OK な写真を、紹介していきたいと思います。まず最初はデコポンさんからいただきました、ありがとうございます。タイトル、このモーションを見てスクショする人は多いんじゃないかと思うです。見ていきたいと思います。せーの、ドン。おお、すごい。これはあれですね、新しい主人公が光を掴んで、なんで笑う、なんで笑う、なんで笑う、ここに経験値が大きく書いてあるのがすごいもらってる、すごいもらってる今が成長し時みたいなね。まあリアルだとね、結構虹色な感じでね、綺麗だもんね。うん、いやでもかっこいい、お洋服も素敵ですよね、表情がいいですね。なんかこれ意味ありそうじゃない、この羽織ってるやつ、なんかなんかありそうだよね。急に羽織り出しました。確かに寒がりになっちゃったわけでもなさそうだ、ね、この5年の間に何かありそうだよ、ね、何か、うん、誰に買ってもらったのか、自分で買ったのか、拾ったのか、拾ったのかピーナに作ってもらったのか、ちょっと気になるところですね、はい、うん、ありがとうございます。で続いていきますね。ダルクさんからいただきました、ありがとうございます。タイトル、力を合わせて光をつかむです。で見ていきたいと思います。せーの、ドン。わー、これはすごい、おー飛んでる、綺麗、同時にやったんだ、うんうんうん、同時に必殺技をダダンってやったら、へー、こんな風になるんですね。なんかさ、パッと見主人公が、はい、あのユリアナをあの飛びながら抱えていく感じがするんだけど、でも羽はユリアナだから乗ってますね頭に乗っかってる感が、お前行けよってこの感じですよね逆だと言ってだから普通におんぶして、やっぱ翼がね、ユリアナさんだからね、いたしかた、これはすごいですね、うん、ちょっと骸骨がなんかひるんでる風に見えますよね、え、何みたいな、うん、はい、ありがとうございます、はい、続いて剣坊さんからいただきました、ありがとうございます。タイトル、2018年の運試しです。見ていきたいと思います。せーの、あー、わー、あー、倒れとるだよね、後ろのこれ見るんですか、後ろの本当だ、見るんが可愛い、可愛い、可愛い、これアクセスするたびに出るんだよね、うん、はい、うん、今日一番最初
が今日だったんですかね。私大凶は見たことないんだけど、大凶はないのかね。あ、私もないです。まだどうなんですかね。すごい、なんか何十万回に1回大凶が出るとかだと嫌ですよね。あと今日リュウポに教えてもらって初めて気づいたのが、このくす玉に体調が映ってるっていうの初めて知って、ちょうどお顔のところにお傷がっていう、はい、ちょっと割れちゃいましたけども。あ、光を掴むとかも出てるね。光を掴むも出ますね。さっき緑川さんがこの何ですか、光を掴むって出た時に光を掴むを連打すると、あの主人公が出てくるよって言われて出てきたんですよ。押したら、うん、あのなんて言うんですか、あのイベントって出てるところ、イベントって言うとこう押しちゃうから、それで大きい主人公が出てきて、ほら嘘じゃなかったね。ほら出たでしょ、偶然でした。おうっていうユイポンが困った感じが面白かったですね。出てないよと思って出てないよって思った。すいませんね、すいません。いやでもこれミョルンがですごく可愛い、うん、いい年にしてください。ありがとうございます。続いて、マシューさんからいただきました。ありがとうございます。タイトル新春シャンソンショーです。見ていきたいと思います。せーの、ドン。歌ってる。ほんとだ、ね、あ、敵も敵まで歌ってる。逆向き、暗くなって、ちょっと暗闇で向こうにはスポットライトが当たってないって演出かな。すごい、かわいい。ただ誰も戦わなくなったね。これが平和か、ね、敵もね、ですね、ね、うん、平和。確かにこれ撮るの意外と難しいんですかね、みんなが歌ってるっていうのは。マナ溜めまくって、結構あのね、マナ使う子もいるから大変ですよね、うんうん、敵まで歌ってすごい、うん、ハッピーな感じですね、うんうん、はい、ありがとうございました。皆さんもぜひハッシュタグインスタ映えするチェンクロ、ハッシュタグチェンラジ投稿で画像を投稿してください。ハッシュタグチェンラジ投稿とついている場合はどんどん番組で紹介させていただきます。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジだってブワーニュンニュン。続いてはこちら、チェンクロ最新情報。このコーナーではチェンクロの最新情報について運営スタッフを交えて紹介していきます。それではチェンクロ運営担当の酒井さん、よろしくお願いします。運営担当の酒井です、よろしくお願いします。はい、今回はどのような情報を持ってきてくれたのでしょうか。はい、今回はですね、まあ、先月12月の24日に放送しましたの絆の生放送の方で、あの今後のイベント情報についてもいろいろと発表させていただきましたが、今回はですね、まあ、お正月イベントが間もなく終わりますので、そちらの情報を中心にお伝えさせていただきたいと思います。はい、まずですね、2018年の新年クエストとして WS であの雪の日も注意主義義務がもらえるイベントクエストですね、こちらは1月10日あさっての水曜日までとなっております。こちらはあのイベントクエストのクリアで最大まで限界突破できますので、ぜひですね、まだ遊んでないという方は遊んでみてください。さらにですね、あのお正月の武器の復刻クエストですとか、あとは先ほどもお話ありましたがランクアップのクエストですとか、ゴールド稼ぎのクエストなんかもあったりしますので、こちらもぜひ合わせて遊んでみてください。はい、そしてですね、レジェンドフェスの方第1弾第2弾今回2つありますが、こちらも間もなく終了となります。第1弾の方は希望の聖王女ユリアナ、そして波動の第3領主ズイハ、第2弾の方が幸運の女神ニンファ、最高の海賊戦記マレーナのこの2キャラクターが出てきますので、こちらもですね、まだだという方はぜひチェックしてみてください。そして、メインストーリーですね、こちら第6章集いしかけらたち、もうすでにあのタイトル画面の方は変わってるんですが、第6章の新しいシナリオも1月の10日から順次スタートいたします。まず第1弾がアリーチェ編ですね、こちらが1月の10日水曜日の15時より配信予定となっております。楽しみですね。はい、まあ、どういうお話になるのかっていう、まあ、結構第5章の終わりがあの気になる終わり方でしたので、なんか幼馴染とかも出てきます。幼馴染、そうですね。生子引っかかったから生子とかどこの国か幼馴染は結構くくりが広い、まあ、そうですね、はい、そうですね。ただですね、あの第6章ちなみにプレイいただくにはあの期間編までプレイしていただいている必要がありますので、こちらもですね、あのまだだという方はぜひあの主人公もお迎えしつつプレイしてみていただければと思います。
そしてですね、第6章のメインストーリーでは、あの義勇軍旗に使えるインクというアイテムが今回から新しく登場してるんですが、こちらもですね、どうやら手に入るらしいですので、ぜひですね、はい、進めてみていただければと思います。やっぱ気になりますよね、あ、これどうやったら手に入るのかなって。そうですね、あの入手できる今個数が限られていますので、ぜひですね、はい、そうなんだ、楽しみだ。そして、その他のキャンペーンといたしまして、今ですね、第2部のメインストーリーの方ですね、こちらが12月の26日のアップデートから難易度も下がっておりますので、ぜひですね、まだ高木さん第2部クリアしてないということなので、はい、難易度も下がりましたので、ぜひこのチャンスにあのクリアしていただければと。わかりました。ヒロイックスキルもそれ使っていただければと。はい、頑張ります。思います。はい、はい、そしてチェンクログッズも続々と受注受付中です。はい、先ほども話題に出ましたシュザの香りをイメージしたシュザ香水、はい、これ楽しかったですね。楽しかったです。決めさせていただいて、早く使いたいです。欲しい。もしじゃあゆりも手に入れたらどう使う？どう使う？今欲しいって言ったけど、じゃあ手に入れてゆりポン的にはどういう使い方をしようかなと。手に入れたらとりあえずは枕にかけます。うん、ピシッて虫倒すね。殺虫剤じゃないの？シュッシュッじゃないの？シュッシュッてかけて、うん、ちょっとファーンって香りながら寝ようかな。あとオーソドックスではあるけど、笑いながら言うから、なんか意味深だなとか思って。嬉しそう。他にもですね、ドールをモチーフにしたドール T シャツ、主人公とベルナーの目元をプリントしたアイマスク、主人公の光をつかむとベルナーのハゼローがプリントされたマスクなど受注受付中です。ここに割とどうかしているグッズたちです。これ普通にさ、柳田君に顔出しのやつでやってほしいよね。今回ご紹介するのはこちらになります。やってほしい。これをつけるとキャラクターになりきれますよ。あげるよ。声こもるけどね。やってほしいですね。楽しみにしてます。下に石田さんは…てんてんてんって書いてある。スタッフさん、ここでやってほしいっていう勇気はなかったでしょうね。はい、詳しくは http://aniga-ter.com をご確認ください。よろしくお願いします。ということで、以上チェンクロ最新情報でした。坂井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。チェンクロ公式ウェブラジオ、チェンラジ。続いてはこちらのコーナー、新アイド999。リスナーの皆さんの大好きなアルカナについて熱く語っていただくコーナーでございます。まあ、リアルなゲーム内での新アイドが999じゃなくても大丈夫です。とにかくこのキャラをめでているという気持ちがあれば何でも OK。 さあ、皆さんはどんなアルカナを愛してくださっているのでしょうか。メッセージ紹介していきましょう。はい、ボンジリンさんからいただきました。ありがとうございます。自分が一番好きなアルカナはやはりベニガサの姉子です。一番気に入っているところは必殺技で黒犬を解放した後のベニガサの必殺技は何度見てもかっこいいとしか言えません。ちなみにベニガサはクエストクリアした後のモーションもめちゃくちゃかっこいいですといただきました。皆さんは持ってますか、ベニガサ？持ってるけど、やっぱり、うん、なんだ、アマツ一人で、あのね、ベニガサでそのパーティーで使うと、きっとね、ストーリー的にもちょっとやっぱりテンションが上がるところあるけど、俺どっちかというと三島使いたい派だから。そうするとやっぱあんまり使わないかな。使わないことないけど、ちょっと難しいなって思っちゃった。でも使うなら、でもその3人で使うとちょっと浸れるよね。あの目がシュワーンってなるのはかっこいいんですけどね。確かに。あとでも覚醒させちゃうと電磁が使えないとか、いろいろ制限はあります。そうか、ね、そうなんですね。なかなか、でも私もまだ使えておらず、うん、ただやっぱビジュアルはもう大好きですね。かっこいい、ていうか性格もいいよね。そっか、もう使いこなせるまでにもうちょっと育て、自分が育たないといけないんだな。確かにそうです ね、自分が育てて自分を育ててはい、というわけで皆さん、メッセージありがとうございました。引き続き皆さんが親愛度マックスのジェンクロのあるかな教えてくださいね。お待ちしています。
お届けしてきたチェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、そろそろお別れの時間になってしまいました。あれユリポンからいただいたお土産美味しかった、はい、ありがとうございます、うん、あの新潟のお米でできたラングドシャをあの持って行って食べていただきます。持って行って持って行ってあなたの心は今ここにないの？どこ行っちゃったの？帰ってきて。やっぱあれかな、ちょっとあの正月ボケが今抜けきってないのかな、ね、いろんなところに飛んでおります今ちなみになんかさっき話題に出たから今、はい、これをおみくじを引いてみたら大吉出た。おおめでとうございます。そうか大吉私見たことなかったです。なんとちょっと終わるまでにいいの終わるまでに確かに連打すればね何回も、ね、何回も出ますから何回もやればまあ嬉しいよね大吉出るとね、はい、なんかですね。な、なに？それ大吉引いちゃうとそれ以上ないとかってよくね子供的な発想もあったりするけど嬉しいことは嬉しいです。いや嬉しいね、似合ってリアルでまだおみくじ引いてないのでちょっとここでいっぱい引いとこうと思います、はいはい、頑張ってください。頑張ります、はい、おそらく期間限定だと思いますので、はい、皆さんぜひ遊んでみてください。さてこの番組は毎週月曜日の19時頃に配信されています。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは番組メールフォームからお願いします。温泉の番組ページからお願いしますね。そしてここでリスナーの皆さんに精霊石1個のプレゼントのお知らせです。 URL は https://sgap.ps/nanakusa7草 です。こちらにアクセスしてください。受け取り期間は1月15日月曜日18時59分までです。ということでここまでのお相手は緑川光と今井あさみと内田彩と高木ゆりかでした。バイバイ。この番組は株式会社セガゲームスの提供でお送りしました。